プロ野球ファンの皆さん、こんばんは。今夜はここ京セラドーム大阪からオリックス対ロッテの一戦を実況担当川木直樹とお伝えいたします。バファローズは岸田、そしてマリーンズは渡辺、以上のような両先発となっています。さあ、まもなくプレーボールとなります。まずは1回の表、マリーンズの攻撃。トップバッターは剛。初球打ちました。掴んだ。一塁送る。一塁アウト。ワンアウト。バッターは2番早川。第1球を投げた。ストレート空振り。さあ次の投球です。速球決まってストライク。もう追い込んでいます。ツーナッシングから投げた。打ちました。これはショートファーストへ。一塁アウト。左バッターボックスは3番福浦。第1球を投げた。真ん中低め決まってストライク。ワンナッシング。おっと打ち上げた。小室前に出る。小室余裕があります。取ってこれで3アウトチェンジ。岸田今日は無難な立ち上がりです。マリーンズ無得点で終了です。これからバファローズの攻撃に入ります。先頭バッターは村松。さあ初球打った。左中間にボールが抜けていった。左中間ボールが点々としている。バッターランナー一塁蹴って二塁も狙うか。二塁送球。村松ツーベースヒットを放ちました。そしてここでバッターは大引き。ネクストバッターサークルに控えているのはダロッカ。緩い球見送ってストライク。緩い球空振り。第3球を投げた。低めの球を三振。ナイスピッチング。これでワンアウト。ランナーは二塁変わります。そして迎えるバッターはダロッカ。その後に控えているのはローズ。二塁牽制セーフ。投げました。このボールも空振り。ツーストライクノーボール。さあ3球目空振り三振。ダロッカかすりもしませんでした。ここは外野陣が深めの守備位置に変わっています。膝元直球ストライク。速い球できました。投げました。内角低めった。左中間へのヒット。打球は左中間に転がっている。二塁ランナー三塁回ってホームへ。オリックス早くも先制。ローズタイムリーヒット。三塁へ。さあリプレイです。さあ追加点のチャンスにバッター北川。第1球を投げました。緩い球空振り。ワンナッシング。投げました。打った。追い込んでから投げました。外角低め打球三振。得意のジャイロボールで仕留めました。1回の裏が終わって1対0バファローズ先制点を挙げています。2回の表1点を追いかけます。マリーンズの攻撃。先頭バッターは指名打者ズレータ。変化球ストライク。アウトローへ。チェンジアップを使ってきました。第2球を投げた。速球ボール。強振空振り三振。バッターは5番サブロー。さあ1球目アウトコース高め。スライダー決まってストライク。第2球を投げた。ゆるいボールストライク。第3球を投げた。空振り三振。バッターアウト。バッターは6番里崎。さあ初球ゆるい球決まったストライク。1球で空振りから第2球を投げた。真ん中低め変化球ストライク。バッター追い込まれました。内角ゆるい球外れてボール。2エンド1から投げました。ストレート空振り三振。マリーンズこれで三者凡退のイニングが続いています。2回表が終了して1対0バファローズ。1点リードは変わりません。これからバファローズの攻撃に入ります。先頭バッターは6番小室。打ちました。ヒットになります。2塁送る。バファローズ先頭バッター出塁です。1塁牽制セーフ。第1球を投げました。打った。二遊間ライナー破っていった。セカンド。さあこれでノーアウトランナーは一塁二塁。バッターは8番後藤。さあ初球ストレートに送ってストライク。第2球を投げました。スローボール空振り。さあ追い込まれました。
足を上げた、投げました、空振り、タイムラマス三振、見事なピッチング。第1球を投げた、一塁送球、記録は内野安打。そしてバッターは村松、マリーンズバックホーム体制、スローボールストライク、外角高め、初球まずは入れてきました、スローボール見送ってストライク、インコース高め、空振り三振、渡辺この試合5つ目の三振を奪いました。さあ1球目、あとバントだ、一塁へ、一塁アウト、満塁のランナー残塁。2回の裏が終わって1対0、バファローズ無得点で終了です。3回の表、1点を追いかけますマリーンズの攻撃、先頭バッターは7番大松、ボールを掴んだ、ファースト送り、1塁アウト、ワンアウトです。第1球を投げた、高め、スライダー決まってストライク、ワンストライクノーボール、アウトの変化球ストライク、ツーナッシングから第3球を投げた、追い込んでから投げました、直球、空振り三振、右バッターボックスは9番アオル、第1球を投げました、内角直球ストライク、投げました、高め、スローボール外れて、ボーボールカウント、ワンエンドワン、投げました、スライダー見送ってストライク、ツーエンドワン、低めいっぱい見逃し三振、スリーアウトチェンジ。マリーンズまたしても三者凡退に終わっています。3回表が終了して1対0、オリックス1点リードは変わりません。オリックスこの回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番ダロッカ、今日2打席目、あと寿司パットだ、左バッターボックスは4番ローズ、これが2打席目になります。投げました、高めの球、空振り、ワンナシン、まっすぐ決まったストライク、渡辺追い込んでいます、追い込んでから投げた、スローボール、空振り三振、全く当たりません。バッターは5番北川、今日2打席目、打ちました、ヒット、ボールは中継、さあ2アウトからのランナーが来ました。第1球を投げた、ヘルイタは空振り、投げた、空振り、2ナッシング、見事なピッチングです。3回が終わって1対0、バファローズスコアボードに0の文字が入ります。マリーンズこの回は打順よく1番からの攻撃です。先頭バッターは1番強し、マリーンズここで一つ形を作りたい、まっすぐ決まったストライク、投げました、チェンジアップ決まってツーエンドワン、バッター追い込まれました。第4球を投げました、見送ってボール、ボールカウント2-2。さあ5球目、打った、取った、ファーストは一塁アウト、ワンアウト。そして左バッターボックスには早川、今日2打席目、投げました、低めストレート決まってストライク。第2球を投げました、打った、第3球を投げた、打った、小室前進、ここはしっかり掴みました。さあいよいよあと1人、変化球ストライク、インローへ、ワンストライクノーボールです。第2球を投げた、真ん中ストライク、さあいよいよあと1球、さあ3球目、ストレート、空振り三振。最後のシーンのリプレイをご覧ください。試合終了、バファローズこの接戦をものにしました。